はい、速稼塾の久保です。今回のテーマは諦めるですよね。私も実はものすごくね、求めているもので諦めているものがあります。それは何回かお話ししましたけども、私はですねプロボクサーになりたいなと思っていたんですよ。43歳の時にねプロボクサーを目指すために体を鍛えたりとか、それから食事制限をしたりとかしてね、プロボクサーの、ルールを調べたりとか、それからトレーナーをつけたりしました。それ43歳の時なんですよ。ところがですねこの夢ってのは2ヶ月後に諦めることになりました。ずっとプロボクサーやりたくて、いろんな決意が固まらなくて、そしてお金がなかったり時間がなかったりして、やっと今だったらプロボクサーを目指せるぞと思った時に最大の壁は何だったかというと年齢制限なんですよ。ね、久保哲郎さんの年齢ではプロボクサーになれませんってことがはっきり分かって、どんなに頑張っても無理なんですよ。できないんですよ。ということなんでプロボクサーの道は2ヶ月で諦めることになりました。2ヶ月で諦めたんで、たまにお腹の中でねくすぶることがあるんですけども、でもねもう完全にその道に行かないと決めた瞬間、他の道が見えるわけなんですよ。こっちはダメなんだ、こっちならまだ可能性があるかなということで、現在はですねプロボクサーを目指していないんですけども、カンフーをねしっかりとやっていこうかなと思ってるわけなんですよ。で牧人っていうものまで買いまして、そこでね組手をこうやってるわけです、一人で。そして三節棍を一人で練習したりとか、ヌンチャクをやったりとかね、結構楽しいわけですよ。で棒もやりました。棍っていうんですけどね、六尺棒っていうのがあるんですけども、そっちの方もね独自で、トレーニングしたり動画を撮ったりしてるわけなんですけども、これがね楽しいということなんですよ。私がプロボクサーを目指していたら、もう一つのねカンフーの達人になりたいみたいなのは絶対見えなかったんですよ。まあカンフーの方はね年齢制限がありませんから。さあそんな形で私も本当にね諦めてきた人生、何かを達成したよりも諦めてきた数の方が多いとは思うんですけども、その中でもやっぱりね喜びや幸せとか人生のクライマックスっていうのはやっぱりつかめるわけなんですよ。まあですんで絶対に億万長者にならないといけないっていうルールはないですし、絶対にこうでなければならないってものは人生ないです。本当にねぼーっと生きてるだけで素晴らしいものなんですよ。生命があるっていうのと生命がないっていうのの差には大きなやっぱ差があると私は思うんですよね。例えばここにこれねエアポッドがあります。これイヤホンなんですけども、これ生命がないんで私が扱わない限り、充電もできませんし、これが意味をなすことってないんですよね。でも生命がないですから、で生命があるものが関わることによって生命をねいわば持つことができるわけなんですよね。というと命があるものとないものだけでもすごい差があるんで、いや命があるって本当素晴らしいなと、その素晴らしさをかみしめて、億万長者じゃないけどもスポーツカーは持ってないけども大豪邸には住んでないけども、でもいるっていうことで全てのものを感じることができるなっていうふうにね考える方法もあります。ただこの動画を見られてる方っていうのはやっぱり少なくともお金持ちになりたいなとか考え方を変えて自分のまだくすぶってる自分に対してねケリをつけたいなと思ってるところがあると思いますんで、まず諦めるというテーマでちょっとお話します。吉谷さんも言われてたんですけども、これ諦めるって実はですねネガティブなイメージは全くないんですよ。で漢字を見ていただきたいんですけども、これね帝の言葉って書くんですよ。帝王の言葉なんですよ。帝王の言葉ということはね諦めるっていうのは本当にですね王様がもうこれは無理だとやめとこうというふうに決断する時の本当に、ね、悟り切った言葉なんですよ。だからこれはねもともと諦めるっていうのはそういうふうな偉い人にしかできなかったんですよね。本当に決断を許された権力者、そういうふうにリーダーに委ねられた言葉なんだと思うんですよ。ここで何が言いたいかというと、あなたは自分の人生のリーダーなわけなんですよ。まあ、ですので見込みがないものを一生懸命頑張るよりも自分がね、自分の人生にものすごく適しているものを見つけてそこに取り組むべきだと思うんですよ。で今回の動画のまとめになりますけども、もしねモチベーションが湧かずに、あれこれできないなと感じた時に振り返ってもらいたいんですよ。じゃあ自分は何のプロなんだと、今まで生きてきて何かね懸命にやってきたような気もするし休憩もしたような気がすると、いろんな経験や見識を積み重ねてきたんだけども、自分の人生を総括するとして今総括するとして自分は何者なんだってことをねよく確かめてみていただきたいんですね。若い頃はこうだったじゃないんですよ。もう人生を全て総括してみて、ここが自分の、ことを例える人生のそのものなんだということなんですよ。例えば私はですね久保哲郎を他の名前で言うとすると速稼塾なんですよね。もうそういう風な人生になってきました。麻雀屋ではありません。プロボクサーでもありません。カンフーの達人でもありません。ナイトライダーでもありません。速稼塾なんですよね。これは私が深く感じていることでもありますし、おそらく私を見ているこの動画を見ている方の、多くの方はね速稼塾の久保ですと思ってるはずなんですよ。吉谷さんもね私のことを見て速稼塾の久保という風に刻み込まれてると思うんですよね。私も吉谷さんを見ると R34 もしくはドリームアカデミアの吉谷
っていう感じですかね、見られると思います。そういうふうに何かを徹底的にやっていると、その徹底的にやったことが自分を表すものになると思うんですよね。まあ、それを一人一人が持てるかどうか、もしくは持てなくても全然構わないというふうな境地に達しているか、まさに味方の言葉、あなたがあなたの人生の味方になっているかどうかってことが非常に大事なんだと思います。まあそういうことを言うとですね、もうこんな動画を見てる暇があったら自分の人生の動画を作っていきましょうということなんですよね。はい、では以上でございます。いってらっしゃい。